ね、岡山県玉野市宇野に来てます。もう宇野といえば瀬戸内芸術祭で結構ね賑やかなエリアだと思うんですけども、いろんなねオブジェが、展示されてるんですけども、ちょっとね今日はね気になるお店があるので、ちょっと今日ね行ってみようかなと思います。このエリア直島に行く船が泊まっている場所なんですけども、今日はあちらの方ですね、宇野と高松を結ぶフェリー、宇高国道フェリーがあった場所の近くに今日の気になるお店があるということで向かってみようかなと思います。とても、ね、古い看板を見つけたんですけども、ね、こう見るとかなりの、 あのご飯屋さんとか、逆にあのレンタルビデオのお店が結構ありますね。こちらが旭橋という橋だそうです。ここがあの宇高国道フェリーの港発着点だったんですけども、まあ、その営業されていた当時はもうこの辺はね、あの船に乗る船待ちのね車がずらっと並んでいたんですよね。で今日はですねこの場所です。今日はちょっとねこちらの方行ってみましょう。めちゃめちゃ気になるんですけど、なんか上にも人がさっきいたので上も上がれるのかな。今回は玉野市宇野にあるハンバーガーのお店ナンバー8ワイヤーさん、テイクアウトの店だが、商品をテイクアウト後2階のスペースで飲食できるんだって。めっちゃええやん、はい、というわけでお会計を終わらしまして、こんな感じですね。メニューはハンバーガーの専門店なんですね。まあアパートだったのかな、まあ、そんな感じの残るような雰囲気なんですが、これもうここであのこの下で注文して、で横しの通路通ってもうこの上上がって食べれるそうです。テイクアウトもできるしイートインできるお店でございます。この階段を使って飲食スペースに行くようだ。ちょっと隠れ家みたいでドキドキするね。ちなみにあの2階だけということです。早速開けてみましょう。結構重量感がある。いただきます。レタスのシャキシャキ感、照り焼きソースとの相性感がいい。牛肉とパテのボリューム、
ちそうさまでした。っていうか、もう一個食べたい。ちゃんとゴミ捨ても熱いですね。パン。よし。はい、というわけで今日はこんな感じでございました。かなりねボリュームのあるこの牛のハンバーガー、照り焼きソースかな、なんかすごい甘だれがかかった中にこのレタスのシャキシャキ感、そして玉ねぎのシャキシャキ感で、このボリュームのあるね牛肉が入ってまして、そこでコーラと一緒に、ね、飲むともうまさにもう食テロレベル、ぜひとも食べていただきたいなという内容です。もう本当に満足なこの宇野港を見ながらいただけるっていうのもいいかなと思います。店内でも食べれるんですけど、普通にここでもね飲食されてる方おられました。逆にここで外で食べるのもねすごくいいかもしれないです。はい、というわけで今日もありがとうございました。ぜひね皆さん行ってみてください。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。